今回はね、なんか黒いモヤを、調査しに行くみたいな。1年前と同じ光景だったよってね、あのナルガクルガ襲撃の時だよね。金属地に入ることは許さんぞ。強化したモンスター、あ、なんかそれって結構なんか野放しっていうかボス的な感じで出てくるんじゃなくて、あれなのかな、その地帯に行くとはびこってるのかな。お前はここで待っていてくれ。お前どうせ助け呼ぶんじゃないの、それで先輩の帰りを待つのか。おっかないモンスターが出てくるかもしれないんだぜ。いや俺は行く気満々だぜ。これはチャンスだぜ。約束したもんな。俺もそろそろ次の旅に出たいと思ってたところなんだ。すっげえ棒読みそう。準備ね、薬草でまだ事足りてんだよね。村長には内緒で金属地に先回り。なるほどね。いやーこれやばいぞ。早く認めてもらおうとしてさ。待って、お祈りしていこう。もうこうなったら神頼みだ。言うてこれ経験値やろ。やっぱりね。じゃあとりあえず行きますか。あ、待てよ、ちょっと卵を返してみるか。なんかね、2個持ってたから1個返したの。アプトノスだったっけ、忘れちゃった。これだ、前回ヤンククの巣から持ち帰ったやつなんだけど、これヤンクク入ってんのかな。お、ヤンクックじゃん。あ、なんか耳閉じてるぞ。え、こんなんだっけ。え、普段こ、あ、いいね。ヤンクックの名前はどうしようかな。こいつの名前メガホンでいくわ。多分ね、ドスラーパスがね一番早いんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと一回乗ってみようか、メガホンに呼ぼう。お、来た来た、ライド。いや早いな、どっちが早いんだろうメガホンと。まあでもこっちでいいや。まさかヤンククに乗れる日が来るとは思わなかったぞ。これで入っちゃいけないとこに行くんだっけ。これ飛べないのかな。なんかアクションはね、そのマップ上にあれが出るんだよね、サインがさ、ピコンピコンってやつが。よくあれじゃん、4人とかでさ行ってさ、最初に見つけたやつがさ信号を出すじゃん、ここにいるぜっつって。猫タクあるな、ちょっとここで印つけとこう。あ、これあれだわ、ちょっと待ってね。ヤンクックを育ててないから、やっぱトサカを一番先頭にしときたい。お、なんかモヤがかかってる、黒い。あ、金属地だ、来たぞ。やば、何これは。今まで見たことないような光景が広がってるんだけど、大丈夫なのこれ。絆原石だって。こんなまがまがしいのが、なんで見たことあるんだっけって。あ、これナルガの鳴き声ですね。出た、おお、すげえ。お前ちゃんとそこは言えるんだな。ナルガクルガーっつって、ライドオンだっつって。何そのポーズは。え、決着つけれんのかな、心配なんだけど。狂気ナルガクルガ、うわー、これまた V 破壊があるな。とりあえずスキル使って、いや応援はいいか、音もんで威嚇をしましょう。まあ頭部でいいんじゃないかな。で戦う、であいつスピードだと思うんだよね。テクニックでグー、力が抜けてく。何それ、何してんの相手。ほら、
相手何してんだ。なんでだ、傷の力は溜まっていかないぞ。吸い取られてんのかな、あいつの狂気のせいか。かっけえ、やべえな。ナルクルがめちゃくちゃかっけえ。とりあえず戦おうか。じゃあ頭部まず破壊しないとなんか始まんなそう。 OK、 とりあえずテクニックで打ち勝っていく。よし、いいね。今の相打ちっていうか、頭を攻撃したら狂気の力が弱まってるぞ。なるほど。いや待て、今の打ち勝ったのはいいけど、すげえダメージ食らってんな俺。これおともにさ、あれなのかな、いけんのかな。こいつにははやての一撃を使わさして、俺は戦いましょう。もう一回テクニックで、よし打ち勝っていく。オッケー、絆アップしたが俺がピンチなんだよな。俺に薬草使って、やべ、攻撃力と回収率アップだって。これまずいぞ、まともに食らったらちょっとピンチかもしれないな。そうだな、あー、トサカにはもう一回威嚇をしてもらおう。あ、絆エジゲージは足りねえ。そうか、絆ゲージを使うんだなこれ。じゃあもう戦って頭部を一気に破壊するしかねえ。頼む、壊れてくれ。ここでテクニック攻撃、さあ打ち勝って、おダウンしたぞ。 V 破壊成功。 OK、 落とし物ゲット。狂気の力弱まった。絆の力見せてやろうぜ、見せてやろうぜっつってもな。戦おう。トサカがねスピード攻撃をするから、相手ダウンしてるからね、俺一緒にスピード攻撃でダブルアクションはできないのかい。クリティカル、あー、こいつパワー攻撃しやがった。アイテムで俺は薬草を自分に使おう。トサカもねスピード攻撃ばかり。うーわー、マジか、なかなか厳しいな。1個ハート減っちゃったな。これ威嚇しないであれか、絆ゲージを貯めた方がいいのか。え、あいつパワー攻撃してきやがる。ちょっと待って、強すぎる。俺はこれ耐えるしかねえ。なんとか相手より先に動きたい。 OK、 いやー強いな。トサカ頑張ってくれ。俺はこんなことしかできねえ今は。トサカの方に攻撃行ってくれたらまあなんとか。 OK、 いいぞ。打ち勝って絆アップ、なんとかライドオンしたいけどまだできないな。いや激闘なんだけど。いやいや、1残った、1残ったぞ。なんとか OK、 ライドできる、ライドして、とりあえず戦おうか。じゃああいつパワーしてくるから、ちょっとスピードで。トゲ弾ってなんだ。あ、でも言うてそんなやな。これもう一回スピードで、あー、スピード対スピードか。いけるかな、絆技。ドスラッシュいけ。まあでもまだね、いやーマジやばいな。トサカがこれやられちゃったらだいぶきついぞ。とりあえず俺回復しましょう。あー待って、これトサカやられちゃうわ。お、根性見せる。根性とかあるのか。そうだな、戦おう。そこは戦うしかねえ。テクニックで。オッケー、打ち勝って。29、33。オッケー、絆アップ。いや、相手弱ってるんじゃないか、これ。弱ってるよな、多分。なんかさっきと動き違くないか。いや待て、俺はここをちょっと一回アイテムで回復しよう。 OK、 特に攻撃、おお、なんとか倒せた。危なかったマジで。ナルガクルが倒したぞ。ヤンクックからいきなりナルガクルがなんだね。野口はブレイクジャンプ覚えた。やべ、野口の存在忘れた。メガホンも順調に、もう野口にあと1レベルで追いつくんだが、清らかな涙、澄んだ小粒涙。
死してなおそのまがまがしさ消えず、なんか共鳴してる。絆石が、あ、そういうこと？これであれだね、敵は取ったね。え、何お前。セスイがファルミーゲス。どう？アッパミラスタール、ニス。お、そうだな。お、あいつもなんか綺麗な死体となってるけど、さては生きてるのでは。かわいい。あのさ、デジモンの初代のさ、映画でさ、こういうの出てきたよね。俺デジモン詳しくないんだけど、このナルガクルガーに似たさ、なんか鳥みたいなデジモン出てきたよね。あのアグモンがでっかくなってさ、街中で暴れちゃうやつ。いや、別にアグモンが暴れるわけじゃないんだけど、自販機とか、なんかわかる人いるかな。レア度3までのお供を連れていけるようになったらしい。いやー強かったな本当に。おお、なんか行ける場所増えた。街があるけど。俺と一緒に世界を見てみないか。狂気ナルガクルガを打ち沈めるとは、よくやった。絶対これフラグだと思ったんだけどな、俺これ。あ、こいつもあれか。まだ幼き頃。狩るものと育てるもの、ハンターとライダーでは役割が違う。オルキシュエットアーミー、オルキグラシェクリーストギービュイメレクティム。この雪山を通っていけ。雪山、嫌な予感しかしない。トラウマがいるかもしれない。旅立ちの時だ。雪山か、いるようなやつが。誰に乗ったんだ？お前誰に乗ったんだ？お前、トサカか、トサカだよな。トサカだ。
雪山を越えるって言ったけどまだまだ先は長いんだよな。プシ。しかし寒い。眺めた立ち方ないし、ライダーさん出発しようか。とにかく雪山を越えていかないとな。なるほどね。ギルデカラン、ギルデカランを目指す道中、差し掛かったのは白銀の世界、タルジュ雪原。オムナ村長の話では、この雪原のどこかに伝承の義を知る竜人がいるという。若くていい男だって言うけど、ちゃんと出会えるのかな。なるほどね。よし、じゃあ次はこの雪山を越えるとこから始めましょうか。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。